自由な設営アレンジで開放的なオープンスペースが作れる XP ヘキサタープ MDX の簡単な片付け方。タープの四隅を持ち、中央に折り込みながら半分にします。両端を内側に折り込んで長方形にします。長方形をさらに内側に折り込み、4分の1サイズに畳みます。ポールケースの長さに合わせて畳むのがポイントです。ポールをポールケースに収納し、ポールケースを芯にしてタープ本体を巻きます。収納ケースに入れて完了です。